皆さん、こんばんは、シューです。今日はね、もう一本ちょっと動画を上げておきたいと思います。で、えっとね、最近ちょっとね、自分が所有しているブランドを、えー、もう一度ね、やり直しということをちょっとさせていただいてますね。で、今日先ほどは、スントについてね、ちょっとご説明させていただきました。で、あの最近ちょっとネットで気になるので、もう一個、 この WMT という時計ですね。こちらをご紹介しておきたいと思います。で、<laughs> こちら2019年から香港で、えー、発祥しているブランド。えっとね、ウォッチエクスペリメンタルユニットというブランドでございます。で、あの、ずらっとね、5本出ております。で、あの、WMT ウォッチって Yahoo とかで入れると、恥ずかしいとか、 まあそういうなね、ちょっと酷評と言いますか、いうものも実際に出てくるんですけども、っていう理由はね、オマージュであるということです。あの、ここのブランドは全てがオマージュなんですね。で、あの、オマージュとフェイクというものの、はっきりとした違いがあることを理解されてない方がいらっしゃるみたいで、あの、 そういうところ僕ちょっとマイクロブランドとか、まあ、あの、バルティックもローリエもそうですね。いうところを、あの、好む人間として <laughs>、この違いはね、はっきりしているので、あの、これはあ、ね、の、YouTuber の方も言ってらっしゃるし、いろんなネットでね、きちっと調べると出てくるんですけども、いわゆるフェイクというのは、ロレックスとかを、まあ、大きなビッグブランドですね。を真似して作ったもの。なので、 もう見よう見まねで形だけ、えー、本当に本物そっくりに作るというものがフェイクでオマージュというのは、えー、そういう昔にあった時計素晴らしい時計を、えー、そっちらにリスペクトして同じような形を作っていくのがオマージュというもので全く違うものになることを最初にご理解いただきたいなと思いますなのであの なんかこの WMT、恥ずかしいっていうネットの検索が当たるっていうのは、多分そういう、ね、意味合いからだと思うんですけども、あの <laughs> そこはね、個人の捉え方ではあると思いますけども、あのじゃあこういう,う GMT になってくると、ほとんどがもうロレックスのオマージュになりますよね,ね。こんなデートジャストですね。っていう感じになるんですね。溶けてもそういうものだと思うし、 あの本当に独特の例えばハルミ,トン,ハミルトンのベンチュラとかになってくるとああいう形はなかなか見ないと思いますのでそういうまあフェイクとかねオマージュとかいう言葉遣いがなかなか出てこないとは思いますけども基本時計っていうのはもともと本当に作った素晴らしい形がデザインがあってそれが進化していくものだと思うのでその辺でね僕個人は そういうこうまあフェイクはまた違ってあれですけども、オマージュを恥ずかしいとは全く思わないんですね。で、多分そういうことで、あの、人から見て、WMT って恥ずかしくないですかっていうことを気にされる方は、そういうポイントをちょっと気にされてるのかなと思うので、一応ね、この僕が持ってる5つのモデルをご紹介させていただいて、ちょっとでもそういうことの理解が深まればいいなと思っております。この左。 こちらカボションオマーンという時計でございます。で、右がこれ。これもカボションオマーンというシリーズでございますね。で、こちらの方が、えっとね、えー、サンフォード・ファルコン・エディションというものです。で、こちらの方が、えー、ミルスペックというものですね。うん、で、合ってると思います。うん。で、こちらの方がバラクータという時計でございます。 あの、こういう形で5本僕は所有してますけども、本当にいい時計で、あの、この辺はね、どうなんだろうな。なんかこう、昔のチューダーと一緒で、ロレックスが買えない人が買う安いロレックスチューダーみたいな言われ方がね、してる時期があったみたいですね。僕全然そんなことは思ってる人ではないです。僕チューダー持ってますから。 あの全然こと思ってないんですけども、もうこれなんかエクスプローラー1ですよね、思いっきり。これ、サブマリーナですね。GMT マスター2、デイトジャストみたいなね、感じに、もう完全にそういうものになるんですけども、中の機械に関してはミオタであったりとか、えー、セイコーの NH を積んでいたりします。なので、そういうところのね、えーっと、積んでるキャリバーの精度であったりとか、信頼性というのは非常に高くて、 あのすごくこだわった作りをしているブランドなので、僕はね、遊びでつける時計では僕、本当に素晴らしいブランドかなと思います。ただ、値段がすごく安いものではないので、そういうところも踏まえてね、遊びでちょっと持てる時計として、楽しめたらいいかなというブランドですね。ちょっと一本ずつね、とりあえずは一旦近づけていくんですけども、こんな感じですね。 こういう感じですね。まあ、オマーンに有効の印で送ったというもののね、オマージュなんですね。こんな感じ、ウォッチエクスペリンメンタルユニット。こんなふうに書いてますね。こちらの方はノンダイヤルですね。こういう感じの、全くインデックスが、えー、ノンインデックスですね。インデックスがないタイプ。ロレックスもこういうタイプがありますよね。こういう感じのものでして。 非常に、ね、質感がよくて非常に綺麗な作りをしています。で、こう近づけていくんですけども、文字はもうすごくこういうね、黒い感じで綺麗な時計で、ここにね、これ、WMT のロゴなんですね。で、裏にもこういう感じになってると。非常に細かいね、この彫りが入っている綺麗な裏蓋でございます。 で、バックルもコインタブル MT と入っていると。こんな感じ。これ、この前ちょっと僕、ショートにね、つけているところを載せたと思うんですけども、面白い時計ですよね。で、次。こちらも同じですね。ただ、こちらの方は、このバインデックスが付いている、インデックスがきちっとあるタイプのオマーン、カボションオマーンでございます。こんな感じ。 完全にデートジャストっていうね、感じですけども、あの、こちらのブランドの時計をつけてると、パッとね、お友達であったりとかね、見られた時に、うわ、ロレックスしてるのって言われることがやっぱりある、そう見える時計だと思います。いやいや、これ WMT っていうね、ちょっとこう、遊びの時計なんですよね。って言える方は、全然 OK だと思います。ただ、そこを言われて嫌だと思う方は、 少しつけるのに躊躇するブランドだとは思いますねこんな感じかっこいいでしょうこういう感じですねでこれ昔の GMT バリがないロレックスの GMT のオマージュですこんな感じ ベンツ針がついていて GMT 針が存在しないんですね昔ロレックスの GMT はこのモデルが実際に存在するんですね GMT 針がないものこちらだけで合わせていって GMT をきちっと読み取るというものでもともと本当にロレックスもあったモデルになりますこんな感じですねこのサンフォード名前が入ってますね こんな感じです、すで面白いのはね、こういうところ。1408。これね、ちゃんとこのね、あの、フラッシュビットにもちゃんと番号が入ってるんですね。ロレックスもね、フラッシュビットには番号が入ってますよね。そういうところのこだわりがね、なかなか面白いかなと思います。こちら、ロイヤルマリーンのミルスペックというものでございます。 ちょっとずつ風貌の形が違うの分かりますかねこんな感じ。ちょっとこれはね、僕こういうストラップに変えてしまってるので、あれなんですけど、こんな感じで、入ってますね。こういう感じ。で、こちらの方もクリックはない、こういう風に、スルスルと回るタイプのベゼルを積んでいます。ただ、しっかりしてるので、つけてるとぐるぐる回るということは絶対にありません。こんな感じ。 で最後私の動画でもかなり閲覧数が多いものになりますブラックダイヤルこちらの方は私の方はノンエイジングのタイプでございますごめんなさいちょっと汚れてますねごめんなさいこんな感じいわゆるこの369というね文字盤のものですねでこちらの方はこういう風にスタッツが入っているこういうブレスレットがついています おごめんなさいで、こんな感じに入ってて、こういう感じですね。こういう感じ。あのー、ちょっとつけていったりとかするんですけども、これがね、あのー、遊びで何て言うのかな、面白いでしょう。で思える方はね、本当に楽しめる時計だと思います。で、ここのブランドはね、こういう、 レザーストラップ。これがもともとこのバラクーダについたものになるんですけども、めちゃくちゃ質感いいですよ。かっこいい。で、こういうテーパーがきちっと効いてるね。すごくかっこいいね。こういうレザーストラップが付属しているモデルがあります。こんな感じ。で、こちらのロイヤルマリンのミルスペックにはもともとこういう風な NATO ベルトがついてございました。で、ここにも、ちょっと見えるかな。よいしょ。 ここにも WMT と入ってございます。ちょっとこちらは僕使ってないんですけどね、こんな感じの NATO ストラップが付属しています。えー、っと、とね、このこれ、これですね、カボションオーマーンのインデックスがないタイプには、こういうね、ブレスレットがもともと付いてたんですね。で、もちろんも,もともとこの黒の ストラップも不足してます。2つついてるんですね。どちらか選べるっていうタイプになってまして、このね、ストラップも非常にこう質感のいいね、綺麗なものでございます。ただ、こちらの方は僕はちょっとこういうね、ステッチも真っ黒のものにちょっと変えてるんですね。これ自分の手持ちのもとに変えてます。で、別売りでストラップが売ってたりするんですけど、これ別売りのストラップでございます。レザーストラップ、こういうちょっとね、 このブルーの紐がね、ちょっとこう、昔のミリタリーっぽいね、レザーですけども、こんな感じ。で、こちらのやつも全てこういう,うにクイックチェンジができる、こういう、えっ、ー、と、バネ棒がついているというものになります。こんな感じですね。よし、ちょっとつけていこう。まずはこっち行きましょうか。あの、 このカボションオマーンはね本当にオマーンに住んでいる方から売ってほしいというねあのコメントが来た時計でございますもうこちらのちょちょちょっとねモデルがねもうほとんど売ってなくてですねあの売ったりしませんかということを聞かれたモデルになるんですけどもこんな感じこれをねちょっと遊びでつけれる方楽しみとしてね こうファッションの一部としてね楽しめる方なんかは本当に面白い時計ですねあの元スキープレイヤーのねオリンピックに出てらっしゃった方がね WMT は YouTube にどんせどんてらっしゃいますね自分の,あのかっこいいブランドがやってきたっていうことでね載せてらっしゃったりするんですけどもこれがこのブレスレットの方タイプこんな感じですね これもうちょっと近づけると、こんな感じ。どうですか面白いでしょで、福岡とかに、えっと、正規代理店が今はあるようで、日本でもネットできちっと買うことができるブランドになっています。で、ちなみにこちらは、えー、ダイヤル、インデックス、えー、ベゼル、 いろんなものがね、フルオーダーできるシステムがあって、えー、世界に1本の自分の時計が作れるというシステムがあるので、ネットから注文をするとね、そういうことも可能です。なので、こういうところをね、少しもっとこう、パープルっぽい色にね、できたりとか、かなりするんですね。で、これは少しだけエイジングが入っているモデルになるんですけども、ちょっとわかりますかねこういうベテルのところにね、少しくすんだ感じに見えるところがありますよね。 これは僕がつけてるから汚れたのではなくてですね、こういうエイジング加工をしています。この針もちょっとだけこう錆が出ているように見えると思うんですけども、こちらの方もこれは特殊加工でエイジング加工がされているものになります。こんな感じですね。こんな感じで、よっ。 いいかこれはちょっとねストラップを僕変えてしまってますけどもよいしょこういう感じこれはねもう少しエイジングが進んでるタイプになりますなのでこういうのインデックスのねところ見てもらったりするとこういうちょっとこうね蛍光塗料が少し焼けたような感じになってる加工がされてますよね こんな感じですまあこれはちょっとねこのタイプのねブレスレットをちょっと、まあ、ストラップをつけてますけどねこんな感じですで全てねじ込み式のリューズを使ってるのであのデイトナっぽいやつがあったりするのでその辺ちょっと僕分からないんですけどもこのタイプは全てね,ねじ込みのリューズで防水性がきちっとあるのでその辺も結構遊びでつけて安心な時計だと思いますで最後が これちょっとこう外しましょうかよしとこれですねバラグーダブラックダイヤルこういうタイプですねこちらの方はノンエイジングですなので先ほどとちょっと比べると分かると思うんですけどもちょっとねイメージが違うと思います でちなみにこのバラクーダもエイジング加工が入っているモデルが存在しますこんな感じですこういう感じあのこのブランドに関してはねいろんな意見があったりするとは僕も思いますけども先ほど僕が言ってるように 遊び感覚でオマージュというものをきちっと理解して付けられる分にはすごくいいブランドだと思います。で、その辺はね、時計ってやっぱりこう人に見られるものだとも思いますしね、やっぱりせっかくいい時計してるとね、見てほしかったりするっていうのがやっぱり普通にそう思うと思うんですよね。なので、そういうところをね、気にされる方は、あの、どうだろうな。 あんまりこういう感じのオマージュっていう時計を選ばない方がいいなのかなっていう気もしますけども僕は全然気にしてないのであのねあのロレックス6694のとこもありますしねあのこれはこれで楽しんで当然こんな金垢のデートジャストを買えるわけがありませんなのでそういうことを考えたらちょっと遊びでこういうゴールドウォッチとかね あのつけるには本当にいいブランドで精度もと当然ねきちっと出てるブランドなのでそういうところはね遊び感覚で選ぶブランドとして面白いと思うので是非皆さんにも調べていただけたらなと思いますオマージュとフェイクの違いこちらはきちっと、えー、理解して時計は楽しむべきだと思うのであのこの理解がで,できないからどうのこうのではなくてですねあのオマージュとして 本当にその昔のモデルをリスペクトして作ってるというブランドが存在するということは、あの、きちっと理解して、あの時計は楽しむべきかなと僕は思うので、そこだけね、ちょっと今回ちょっとご説明させていただいて、こちらの WMT というブランドを説明させていただきました。あのー、こんな感じで次ちょっとね、何ができるかわかんないです。多分サーティナちょっとやろうかなと思ってます。サーティナっていうブランド、結構マニアックかな。 と思うんんでですすけど結構かっこいいんですよサーティナの時計はなので、ちょっとそれをね、またちょっと改めてさせていただけたらいいかなと思いますので、えー、またよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントは必ずお答えさせていただきますので、またよかったらコメントもお残しくださいませ。今日は香港のブランド WMT、こちらの時計をご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。 さよなら。